皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、一日いろいろあって、まあ大変だったんだけど、まあそれなりにね、楽しく過ごしたので良かったかなと思います。毎日ね、同じようなトーク動画ばっかりで、多分みんな、今日もいろいろあったんだなとか、なんか大変そうだなとか、思ってるかもしれないんだけど、一日ね、まあ、いいこと悪いことがあるから、それをトーク動画のネタにしていけばいいんだけど、ネタにする気力がないというかね、めんどくさいというかね、話せば長くなるんだよ、俺の話ってのは。みんな知っての通り。1、2分で話し終えることを5、6分で話し終えるから、で、関係ない話が追加されて、まあ、プラス2、3分とか足すとやっぱり10分とかいっちゃうんだよね。関係ない話をしなければね、多分1、2分で終わるんだけど。あと、簡潔にまとめようとすると、もっと深く聞きたいみたいな感じになっちゃうから、まあね、何日とやるけど、と、無理せずはね、頑張ってるんで、まあまた落ち着いたらね、面白い話とかをしたいなと思います。でね、最近、ちょっと岡くんに相談したいことがあるってことで、まあお悩み相談みたいなのを受けたんだけど、それに関してちょっとね、みんなにも聞いてほしいなって思うので、近々、時間があったら、トーク動画のネタにします。本人には、一応、トーク動画のネタにしていいって言って、トーク動画で、もしかしたら、聞いてくれてる人たちのさ、意見とかももらえるわけじゃん。あ、自分はこう思いますとか、自分の体験談とかさ。だからちょっとね、もしかしたら皆さんに、悩み相談コーナーみたいな感じで、意見を聞くかもしれません。まあもうね、本人には許可済みなので、まあ今日話そうが明日話そうが別にいいんだけど、まあちょっと近々ね、時間があるときに話したいと思います。それでは、今日もありがとう。また明日も、よろしく。